はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットでございます。6時ですね。まだ外は明るい。はい、自宅から行っております。足をね、骨折をします。骨折って言ってグキッと折れたというよりもね、この端っこの方の骨にピュッとなんかひびが入ってるんですね。かなり強烈なひびが入ってまして、見ましたけどもですね、お医者さん2人見たんですけどもですね、2人とも骨折って言ってましたね。最近でもひびが入っても骨折って言うみたいですけどね、昔はねひびですって言われたんですけど、こうポキッと折れなくてもですね、骨折は骨折なんですよ。で別に特に何もしない、あの端っこのどう言いますか、外側、足のね外側をこう通ってる、外側って変なんですけど、いわゆる普通のその足の本体と違って横を通ってる骨、腓骨っていうんだけど、そこの日々でですね、歩くことは歩けるんですね。でもあんまり歩くなって言われたんで、歩きません、家でいますっていうとですね、家でやっておりますけども、さて、ですね、大紀元でございます ですね、これはいつかな、7月4日の記事ですね、昨日ですね、またも予告なしのダム放流か、深刻な中国洪水被害。確かね、去年の今頃もね、こんなことをやってたような覚えがあるんですよ。勝手にですね、ダム放流して水浸しになってるという。ちょっとまあ本体読んでみましょうか。最近中国南部で発生した洪水により、湖南省、安徽省、江西省などで深刻な水害に見舞われており、被災地では水や電気が断たれていると。甚大な被害を受けた地域の一つである湖南省平口県では町全体が水に飲み込まれ、テレビ局も浸水、警戒水位を77メートル超える観測所。77メートルってありえないんですけど、77センチちゃうの。77メートルですよ。津波やん、それ。津波より大きいやん。超える観測所の、もうこれ単位間違ってるじゃん、まあ、あるなど、県内の河川は70年来の最高水位を記録した。深刻な水害をもたらした洪水が起きた原因について、連日のように降り続いた大雨による河川の水位上昇に加え、予告なしのダム放流が行われたと被災民は訴えていると。まあね、その中国の南部ですけどね、ちょっと飛ばしていきますけど、もうですね、なんか毎年言うてるような気がするんですよね。別の被災者白さんも、当局は夜のうちにこっそりとダムの水を流した、そのせいで流された人もいる、正確な数は統計がないからわからないが、一部の住民はすでに遺体で発見されている。同じく甚大な被害を受けた同省開花市の原料県、まあ難しい字書くのね、中国に、被災民張さんも次のように訴える。政府はいつも下流にある工業都市常徳を守るため開花を見捨てるんだと。約束されていた数年前の弁償は今も果たされていない。それは多分永久に果たされないでしょうね。南部洪水の被災状況について、当局は数百万人が被災し、60数人が死亡したと公表した。だいたい10倍で足らないぐらいなんですね。なんで600人で住んでんのかなという感じがします。数百万人が被災してるんですよ。6時ですね、20分今電話かかってきましたですね。途中で切って電話でこうお話をしていたんですけども、中国と水害話だったなぁと思います。電話15分ぐらいしてたんで忘れるんですよ。まあいいけど。はい、ということでですね、そうですね、むちゃくちゃね最近多いんですよ、中国の南の方は。それでこの数百万人もね、が被災してね、60人ということはなかろうと。まあ600人、10倍以上600人。だいたい10倍以上いるんですけど、こういう場合は。もっとしたらもっといるかもしれません。でね、やっぱりね、その、
こういうことがあってね、そのダムの水をね勝手に流したとかっていう話なんですよ。いや、ほんまかどうか知りませんよ。ほんまかどうか知りませんけど、中国政府はいかにもそれやるでしょ。いかにもやりそうな連中でしょ。なんでですね、もしダムの水を勝手に流していてですね、それをこう住民たちが確信してるんであればですね、これは政府、共産党に対する強烈な不信感になると思います。大体これね、ほとんどの人がですね、大変な損害を受けてるわけですよ。財産的な損害を。で、この恨みっていうのはね、これがもし人災であると彼らが確信したらね、証拠なんかどうでもいいんですよ、はっきり言って。彼らがそう思い込むということが大事なわけですよ。でどうやらこのですね、記事によるとですね、彼らはそれをそう思い込んでる可能性があります。となるとですね、政府に対する不信感っていうのはですね、相当なものであると思います。あのね、前にも言いましたけど、政権が転覆する、要は革命が起こる。革命ってのは、要は王朝が変わるという中国語なんですね。あれはだから珍しくですね、レボリューションのですね、訳語ではないんです、実は。もう中国の昔からある言葉なんですね。天の命が変わるですね。それは要はお前がですね、中国を治めろというですね、その家ですね、を皇帝ですね、中国の皇帝を天が変えるというのが革命なんです。で、今ですね、その革命が起ころうとしてるんじゃないかと。革命が起こるとき、例えばですね、明朝から清朝に変わるとかですね、そういうときにはですね、宋朝から元朝に変わるとかですね、元朝から明朝に変わるというときには、革命というのはですね、必ず天変地異とが伴って、天変地異が起こってですね、そのときに飢饉が起こるんですよ。で、ですね、農民暴動が起こるんですよ。それが中国のパターンなんですね。だから王朝と王朝の間には大体無政府状態の時間があるんですね。かつてですね、新王朝が倒れてですね、今の中華人民共和国ができるまでですね、おおよそですね、どうでしょう、30年、1910年から47年、37年間、ほぼ無政府状態なんです。一応中華民国という政府があったんですけども、ですね、それはほぼ機能してませんでした。で、今の中国の半島をですね、全部持っていたかというとですね、全然持っていないですね。途中、満州あたりは日本にかすめ取られてですね。で、もともとですね、広東省あたりはですね、イギリスの勢力が強かったわけですね。で、そんなでですね、全然、統一王朝の、統一政府の体を成していなかったのがですね、中華民国です。で、最後は追われて台湾に逃げるんですけどもですね、この無政府状態みたいなものが37年間続いたわけですね。で、今回もですね、この中国共産党というものが倒れればですね、しばらくは無政府状態になるんですけど、その倒れるまでにですね、今天変地異が起こりですね、次に農民暴動みたいなのは農民ちゃいますからね、ほとんどの住民は。昔はですね、ほとんどの住民が、ほとんどのその人が農民やったわけですけど、今はほとんどの人がですね、都会のですね、プロレタリアとですね、プロレタリアとは労働者の民か、都会の労働者がほとんどの人民ですね。で、彼らがですね、暴動を起こす、抗議行動を起こすという段階にもうすぐ来るんちゃうかと。この暴動を起こす素地が今こうやってですね、天変地異によってですね、財産を失ってですね、路頭に迷う、食うや食わずになってしまうということになっていくんではないかなという気がします。もう着実ですね、これね、ほんまに。もう天変地異は起こってるわけですよ。で、自然災害でですね、大きな被害を受けた人たちがいて、彼らがですね、その半分以上は政府の責任やと思ってるわけですよ。もう準備バッチリやん、これって感じですね。もう共産党、ほんまにですね、ほんまにマジで危うい感じになってきてますよ、はっきり言ってですね。もう政府はまだ、共産党はまだですね、そのことに気づいていないんちゃうかなという気がしますね。はい、ということで、この大紀元ですね、アドレスを一応貼っておきますんで、ですね、なかなかこう悲惨な動画もあるみたいです、悲惨な状況がですね、お分かりいただけるんではないかなと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。